ソベト権力の当面の任務、ロシア語、税とは、1918年に出版された、レーニンの著作。戦争と革命で疲弊した経済を再建するための方策を示した。1918年3月に、ブレストリトフスク条約が締結され、戦争が終結すると、ソビエト政府の最優先課題は、経済の再建へと移った。 10月革命後もボリシェビキの経済政策を上がいして、恩恵でブルジョアジーの支配を当面認めながら労働者統制を発展させ、労働者の管理能力の向上に応じて全身的に労働者管理、国有化へと移行しようとしていた。しかし、各工場における工場主と労働者の対立は激しく、工場主はロックアウトやサボタージュ、 労働者は工場接種や地方権力を通じた工場の差し押さえに訴えた。一方、ドイツ軍の再攻撃に備えるため、軍隊の再建が急務となり、旧軍の将校が軍事専門家として登用されることになった。経済の分野でも同様の政策が取られた。3月3日、最高国民経済会議が全ての国有企業について、 技術管理者と経営管理者を中央が任命するよう定めた。3月15日には第4回臨時全土市遊ソベト大会が採択された決議において勤労者の規律と自己規律を高めること可能な限り物資の生産全体と分配全体を包括する強固で整然とした組織を全国至るところに作り出すこと苦痛を極めた戦争の遺産として 歴史的に避けがたい。だがそれと同時に、社会主義の最後の勝利及び、社会主義社会の基礎の確立という大技にとって第一の障害である、混乱、組織破壊、崩壊と過剰なく闘争することを現状性の最も主要な当面の緊迫した課題とした。このくだりを書き加えたのはニ人だった。同じ時期に、 鉄工王のメシチェルスキーが新しい夜勤トラストの株式の半分を彼のグループ、残り半分を国家が保有し、彼のグループが共同の利益のためにトラストの経営を引き受けるという提案を出した。レーニンはこの案を支持した。ブレストコーアに反対した共産党内のグループは左翼共産主義者と呼ばれ、10月革命当初から最高国民経済会議でも要職を占めていた。 2月に講和反対のため党やソビエトの役職を辞任し、文派として新しい新聞を発行して、ブレスト講和やブルジョア専門家の登用に反対するキャンペーンを開始した。4月4日に党の指導的中央委員と左翼共産主義者の会議が開かれた際、左翼共産主義者は現在の時期についてのテーを提出し、官僚主義的中央集権制。 様々なコミッサールの支配、地方ソベトからの自主性の剥奪、下から管理するコミューン国家形態の事実上の拒否へと向かう傾向を批判した。レーニンはブレスト講和後の政策転換を説明するために3月から準備を始め、4月28日にイズベスチアとプラウダにソベト権力の当面の任務を発表した。講和が達成されたおかげで、 ロシアソベト共和国は、ここ当分、社会主義革命の最も重要で、最も困難な側面に、すなわち組織上の任務に、その力を集中することができるようになった。我々は、新しいソベト型の国家を作り出したが、それだけではまだ困難な任務のわずかな部分だけを、解決したに過ぎない。主要な困難は、経済の分野にある。すなわち、 物資の生産と分配との最も厳格な、また普遍的な基調と統制とを実施し、労働生産性を高め、実際に生産を社会化することである。知識、技術、経験のいろいろな部門の専門家による指導がなくては、社会主義に移ることはできない。なぜなら、社会主義は、資本主義が達成したものを基礎に、資本主義より、 一層高い労働生産性を目指す自覚ある、大衆的前進を要求するからである。今や我々は、古いブルジョア的なやり方に訴えて、ブルジョア専門家のうちの大物の、サービスには非常な高級を支払うことに、同意しなければならなくなった。このようなやり方が、一つの妥協であり、パリコンミューンの原則や、あらゆるプロレタリア権力の原則からの交代である、ことは、 明白である。この原則は、報給を、注意の労働者の賃金水準に引き下げること、そして出世主義に対して口先でなく、実際に闘争することを要求しているのである。我々労働者や、農民自身が、優れた労働規律やより高い労働技術を学び、この科学のために、ブルジョア専門家を利用することが早ければ早いほど、ますます早く我々はこれらの専門家に支払う。 あらゆる、蜜ぎ物を免れることになろう。一般に、ブルジョアジー、特に小ブルジョアジーのすべての習慣や伝統も、また国家的統制には反対して、神聖な私有財産や神聖な私企業の不可侵を主張する。無政府主義やアナルコサンディカリズムがブルジョア的な主張であるというマルクス主義の命題が、どんなに正しいものであるか。 どんなにそれらが社会主義、プロレタリア独裁、共産主義と和解しようのない矛盾を持っているかは我々には現在特にはっきりわかる。ソベト的な国家的統制と基調という思想を大衆の中に植え付けるための闘争、この思想を実現するための闘争、衣食の獲得を私的な仕事とみ、売買を、 私だけに関係した取引と見る癖をつけてしまった、呪われた過去と関係を断つための闘争をこの闘争は、世界史的意義を持つ偉大な闘争であり、ブルジョア的イコール無政府主義的自然発生性に対する社会主義的意識性の闘争である。どの社会主義革命でも、プロレタリアートによる権力獲得という任務が解決された後には、そして収奪者を収奪して、 彼らの犯行を弾圧するという任務が大体解決されるに従って資本主義よりも一層高度な社会的経済制度を作り出すという根本的任務が必ず主意に押し出されるようになる。すなわち、労働生産性の向上及びそれと関連した一層高度な労働組織がそれである。 労働生産性を高めるための条件は、大工業の物質的基礎を確保すること、すなわち、燃料、鉄、機械製作、化学工業の生産を発達させることであり、住民大衆の教育と文化の向上であり、勤労者の規律の向上、働く腕前の向上、技量の上達、労働強度の増進、労働組織の改善である。ブルジョアジーが、 社会主義について好んで言いふらしている、たわごとの一つとして、まるで社会主義者が競争の意義を否定しているかのように、言うことがある。ところが実際には、社会主義だけが階級をなくし、従って、また大衆の奴隷化をなくして、初めて、真に、大衆的な規模での競争のための道を切り開く。また、ソベト組織こそ、ブルジョワ共和制の形式的な民主主義をやめて、 勤労大衆を実際に管理に参加させるようになり、そのことによって初めて競争を後半に展開させるのである。資本主義的生産様式のもとでは、個々の実例、例えばある生産組合などの実例の意義はどうしても極度に限られている。そして、得の高い機関の手本の影響によって資本主義を強制するなどと無双できるのは、ショーブルジョア的な幻想だけである。 政治権力がプロレタリアートの手に移り、収奪者が収奪された後には事態は一変する。そして実例の力も初めてその集団的作用を及ぼすことができるようになる。模範的なコンミューンは遅れたコンミューンの教育者、教師、あと推しとならなければならないし、またなるであろう。出版物は模範的なコンミューンの成功を詳しく知らせ。 その成功の原因、その経営の仕方を研究するとともに、他方では、資本主義の伝統、つまり無政府状態、怠け、講師、陶器をしつこく固執しているコンビューンをブラックリストに載せ、こうして社会主義建設の道具とならなければならない。資本主義から社会主義へ移行する際にはいつでも二つの主な原因によって、あるいは二つの 主な方向において独裁が必要であることは、確信するのに困難でない。第一に、作詞者の犯行を過剰なく弾圧しなくては、資本主義に打ち勝って、これを根絶することはできないからである。第二に、あらゆる大革命は、とりわけ社会主義革命は、たとえ対外戦争がなかったにしても、対内戦争、すなわち内戦なしでは考えられないからである。 権力の基本的な任務が、軍事的弾圧ではなくて、管理になるに従って、弾圧と強制との典型的な現れ方は、現場での銃殺ではなくて、裁判となるであろう。裁判所とは、他ならぬ貧民を、一人残らず国家管理に引き入れる機構であるということ。裁判所は、プロレタリアートと貧農との権力機関であるということ。裁判所は、規律を教育する道具であるということ。 こういう自覚がまだ不十分である。革命運動の歴史では、個人の独裁は極めてしばしば革命的階級の独裁の表現者であり、担い手であり、先導者であったということ。これについては反爆のできない歴史の経験が物語っている。個人の独裁がブルジョア民主主義と両立していたことは疑いない。ソベト的民主主義と個々の人が、 独裁者的権力を行使することの間には、どのような原則的矛盾も決してない。プロレタリア独裁が、ブルジョア独裁と異なっている点は、前者が多数の被作主者のために、少数の作主者に打撃を加えるということであり、さらにまた、プロレタリア独裁を個人を通じても実現するのは、単に勤労被作主者の大衆だけではなくて、 こういう大衆を歴史的創造活動に目覚めさせ、それに立ち上がらせるように作られている組織でもあるということである。あらゆる機械性大工業をすなわち社会主義の物質的、生産的源泉であり、基礎であるものが数百、数千、数万人の人々の共同作業を指導する意志の無条件的な最も厳格な統一を要求する。この意志の統一は、 数千の意思を一人の意志に服従させることによって確保できる。ソベト民主主義すなわち具体的に現在適用されているプロレタリア民主主義の社会主義的性格は第一に選挙人が勤労被策主体衆であってブルジョアジーは排除されていることにある。第二に選挙に関する あらゆる官僚的な形式主義や制限がなくなっていて、大衆自身が選挙の手続きや期日を決定し、選挙されたものをリコールする完全な自由を持っていることである。第三に、勤労者の前衛である大工業プロレタリアートの最も優れた大衆組織が作り出されていて、前衛はこの組織によって最も広範な被作主大衆を指導し、 彼らを自主的な政治生活に引き入れ、彼らを彼ら自身の経験によって政治的に教育することができ、こうして初めて住民が真に一人の来らず管理することを学ぶための、また管理し始めるための短所が作られることである。我々の目的は貧民を一人の来らず実際に管理に参加させることである。そしてこれを実現するための あらゆる方策は詳細に記録され、研究され、体系化され、より広範な経験によって点検され、法制化されなければならない。我々の目的は、勤労者各人が8時間の生産的労働の日課を終えた後で、国家的義務を無償で遂行することにある。こういうことに移るのは極めて困難であるが、この意向の中にこそ、社会主義を最後的に確立する保障があるのである。 当面の任務の内容については1918年4月29日の全ロシア中央執行委員会の会議でも報告が行われた。報告に基づいてレーニンが執筆した、ソベト権力の当面の任務についての6つの定税は、若干の修正を経た後5月3日に、当中央委員会の会議で採択された。左翼共産主義者の定税は、部分的な国有化から大工業の、 全般的社会界と移行することをせずに、工業の親玉たちと取引することは、彼らが指導しそして基本的な工業所部門を包括する大トラストの形成に導くに違いない。このような生産組織の体制は、国家資本主義へと進展するための社会的基盤を提供するものであり、それへの移行段階であると主張していた。この点についてレーニンは全ロシア中央、 執行委員会の会議において国家資本主義は一歩前進だと反論した。それと権力の下での国家資本主義とは一体何か。今日国家資本主義を実現するということはかつて資本家階級が実施していた基調と統制を実施に移すことである。我々は国家資本主義の模範をドイツに持っている。我々はドイツが我々よりも上位にあったことを知っている。 しかし、ロシアで、ソベトロシアで、このような国家資本主義の基礎を確保するということが、何を意味するかを、いくらかでも考えるならば、国家資本主義は我々にとって、救いの手である、と言わねばならないであろう。もし我々が、ロシアでそれを持っているならば、完全な社会主義への移行は容易であるだろうし、我々の意のままであるだろう。レーニンはその後に書いた、左翼的な人と、 ショーブルジョア生徒についてでさらに詳しく国家資本主義について説明を加えた。しかし国家資本主義論は当時の状況に全く合っていなかった。労働者階級による自然発生的な工場接収が進み全面的国有化への圧力が高まった。内戦の開始により階級対立はさらに激化し6月28日には 大工業国有化法令が採択された。国家資本主義論は1921年春に新経済政策が導入された際に再度取り上げられた。例人は農村のショーブルジョア経済を国家資本主義の軌道に向けることを目指した。しかしその方針の誤りも半年で明らかとなった。国家資本主義論には市場経済をどのように位置づけるかという観点が欠けていた。 今ではもう、収奪者を収奪することよりも、むしろ基調、統制、労働生産性の向上、規律の向上が我々の任務であると、我々は言った。我々は、1918年3月と4月にこう、言った。だが、我々は、我々の経済が、市場や商業と、どういう関係にあるかという問題を、全然提起しなかった。ありがとうございます。